世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどのまでやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前。さあ先行争いであります。ラストインパクト先行策であります。ゲニョールがその後ろ、4番北サンブラック、その外に12番サトノクラウン、17頭が第1コーナーに向かいます。内を通りまして、10番ボドムタイム。これと一緒にマカヒキ、デサイファ、そしてそのうちにシュバルグラン。その外、9番レインボーライン。それからもう1頭、16番ヤマカツエース。内を通ってスルスルとシャケトラが上がっていきました。そしてその後ろから2番レイデオロ、ソウルスターリング。外から1頭、ワンアンドオンリー、サウンズオブアースが並んでいます。イキートス。一番後ろにアイダホ。ばらけたレース展開であります。もう一度先頭に戻りましょう。3番ゲニョールが先頭です。前前での競馬、ラストインパクトと戸崎騎手、それから離されまして12番サトノクラウン、そのうちに北サンブラック、そして5番手にボドムタイムであります。その外からは11番マカヒキ、デサイファ、内を通って1番シュバルグラン、そして外からはレインボーライン、その後ろでやりましょうか。13番シャケトラ、外を通りまして山勝エース、それから2番レイデオロ、外を通ってソウルスターリング、その後ろでやりましょうか。15番ワンアンドオンリー。さあ直線に入る。日本馬はどうか、そして外国馬はどうなんだ。先頭行くのは3番ギニョール、サトノクラウン懸命に追う。外からはサトノクラウン、ギニョールが抜け出した。3番手に北サンブラック、先頭4番北サンブラック、わずかにリードした。間から1頭レイデオロ、レイデオロが3番手、先頭武豊と北サンブラック、捉えるか。レイデオロ内か外か、ほとんど同時。